はい、ここは、岐阜と滋賀の県境の五層峠ですね。ここ登山道なんだな。鈴鹿山脈縦走。ここね、完全に村の跡なんだね。五層峠って昔からここに、人が住んでたらしいんだけども、今はすっかりね、廃墟になってますね。これ結構味わいのあるお地蔵さんですね。ここもね、完全に家が建った出たんだろうね。なんとなく生活の痕跡がね。これもう何十年も経ってるよね。危ないね。うわ、当時の雰囲気は残ってるね。昭和40年代ぐらいまで住んでたのかね。こっちなんか工事してるみたいだね。違うのうちもね、うわ、だいぶ来ちゃってるね。ちょっと危なくて入る気はしないけども。トイレだったのかな。危ないな、これ。ごめんください。あれなんだろう、太鼓の、太鼓かな。なんか祭りの太鼓かな、あれ。結構何軒か家が建てた感じだね。この家もう住まなくなって、おそらくね、もう何十年も経っちゃってる感じですね。でね、ここ道があるんだね。これおそらくね、これ神社に続く道なんじゃないかと思うんだけど。ここもちゃんと家が建てた跡ですね。やっぱ家が4、5軒もっとあったのかな。湊神社っていうのはね、地図に載ってるんですね。なんか歩道はしっかり整備されてるかに思うんだけど、倒
僕がすごいことになってんね。これはやばいよ。よいしょ。ここが神社みたいですね。ああ、こうやっぱなんかお祭りしてるんだな。港神社って書いてあるな。せっかくなんで参拝していきましょう。まあ、この元住人が管理されてるんでしょうね。すごいなこれ。やっと神社の跡か。あ、社殿がおそらくちっちゃいのはあったんだろうけど、まあそれがなくなっちゃったってことなんだろうね。港神社の跡って書いてある。ちょっと寂しいけども。ああ、何やらこれ社殿がこういうの建てたんだね。まあ、すっかり壊れちゃったってことだね。はあ、ああ、ここなんか崩れてきちゃったのかな。これね、昔は林業かなんかやってたのかな。以上、五層峠のこれ村の跡なんでしょうね。ここね、何村っていうんだかちょっとわからないですけども、以上、五層峠の早奥前からでした。